days without water along the sun-soaked road. We cry. Konnichiwa, minasen!私たち今どこにいるでしょうか。そうです、新しいお家に来ました。はい、ということで今とりあえずゆっくりと時間をかけながら行ったり来たりして引っ越しをしているんだけど、今日は土曜日で、うちの旦那さんが急遽お仕事になってしまったので、それで私の友達が、フローレンスとキャメロンを今日見てくれるっていうことだったから、エリさんと2人でお家に来て、ちょっとこう自分の車に乗せられる分だけの荷物を持ってとりあえず来ました。なのでこれからエンプティーツアーをしようと思います。はい、いらっしゃいませ。まずこれが玄関ですね。やっぱり何も家にないからすごい響くんだけど、ここが玄関で、でこう天井があってですね、こういう感じになっておりますね。はい、親子こういう感じでね。あのハワイはこのエアコンあるじゃないですか、日本と同じエアコンなんだけど、こういうのが主流というか、新しいお家になるとこういうのが結構、見ます。でここにバルコニーだよね、あの外に出れるなんか庭みたいのがあって、で外の芝生は今ちょっと面白い感じになってるんだけど、これはね、なんか、時間がもっと経つと、あのいつも見る普段の芝生になるらしくて、初めはこういう風に植えるって言ってたから、ちょっと面白く見えちゃうんだけど、そう、あれは後芝生になるものでございます。で、そう、まあこういう感じじゃんね、リビングルームは。でここに階段があるんだけども、こう行くとキッチンがありますね。この、この冷蔵庫は、本当数日前に届いた冷蔵庫っていう感じで、結構見つけるのが大変で、ハワイでこういう電化製品とかを買うってなると、まあ、大きいものは全部なんかこう送られてくるのに時間がかかったりとか、メインランドから来たりとかしたりとかして、結構時間のかかるものなんだけども、ローズで購入したら、もうほんと数日後には送ってくれた感じでしたね。在庫終わったのを買ったって感じかな。で、なんかすごい面白いけど、あれね、あのレンジなんですよ。すごいあの薄いけど。で、オーブンがあって、こういう感じでキッチンですね。洗浄機あります。OK。そんな感じじゃない？で、ここは、ちょっと遠くから見ると、こういう感じ、あれがダイニングルームになってて、別にここがダイニングでもいいみたいなんだけど、うちの予定だとあっちに、なんだっけ、ご飯食べる時のテーブルとかを置く予定でございます。はい、でそしたらここになんかね、もううちの家は全部つながってるらしいから、例えば私たちの携帯から、家の鍵をかけれたりとか、あと誰か外からなんか来た場合は私たちが自由にドアを開けれたりとか、まあ、そういうシステムが全部ここにつながってるのね。そうで、なんか Wi-Fi とかも全部ここでつながってるらしいんだけど、このドアがおトイレでございます。こういう感じのトイレ、ちょっと小さめのトイレだけのトイレなんかシャワーとかはついてない。ね、もうこれもこの電気も変えたいし、このミラーも変えたいし、このシンクもできれたらもうちょっとこう収納がくっついてるようなやつに変えたいなとは思ってるんだけど、もうお家を作るときに
もうね、お家を作る時からもうこれはこれで決まっちゃってるからつけなきゃダメだから、もし買いたいんであれば全部なんていうの、その引っ越しになってから書いてくださいって言われたから、なんかいちいちねこういうのとかもお金がかかってるから、それだったらもう初めからつけないでほしいって言ったんだけど、そうもうこれは全部家のセットとなってくるものだからって言われちゃって、まあそうだからくっついてるんだけどね。これもなんか全然結構ほら安い、一番安いし、あの一番安いものを多分つけてるからさ、これとかもだからもうちょっとこうね、あのオシャンティなのに変えたいなと思ってるけど、そうあっていう感じでございます。でこの反対側ですね、ちょっと収納になっているこういう感じで、これがこの階段の下側ね、でちょっと収納になっていて、でここにこの3つ目こういう感じになってるんだけど、この3つ目のドアはあの車庫に繋がります。こういう感じね、あの荷物下ろさないといけないんだけど、そしたら階段登っていきますよ。お気をつけて。もう階段から全部カーペット、こっちおいで、こういう風になっておりますね。はい、そしたらまず右手を行くとですね、この右手のお部屋をまず行くと、これが一応キャメロンのお部屋になる予定で、全部のお部屋にクーラーついてるね。でこういった感じ、このさ新しい家もそうだけど、このドアじゃん、なんかアメリカって嫌なんだよね私これ。あのね、鏡買わなくていいからいいんだけど、なんか可愛くないじゃないねこれ、なんかなって感じで、こっちがなんだっけ、マスタールーム、マスターベッドルームになります。でここにさシンクが2つついてて、ハロー。でここにクローゼットがくっついております。一応ね小さいけどウォークインクローゼットで、これとかも棚ねいろいろ増やしたいなって思ってますね。でこれがシャワールームなんだけど、こういう感じですね。でこのシャワーとかも全部こうレインシャワーと呼ばれるものに変えたいなと思ってるんだけど、お金かかるからね、どうなるかな。そう、そんな感じじゃん。で、ちょっと待ってね、エディソンどこ行ったかな。よいしょ、オッケーハロー。そうしたらですねここにこういう感じの廊下があって、で、ここのドアを見てみましょうか。これはこういった感じで、またバスルームですな。ハロー。こういう感じになっておりますね。はい、そうしたらここにちょっと小さい収納があったりなんかしてね、タオルとか入れようかなって感じかな。で一応なんかこうもうくっついちゃってる棚とかがあってですね、反対側に行くともう机がついてる、デスクがついてるから、ここでパソコン作業する感じになるかなって感じですかね。でここが一応オフィスになる私たちのお部屋でございます。もう荷物とかもあるんだけど、はい。そんでこのお隣のお部屋行きますとですね、これがフローレンスとエディソンのお部屋になる予定なんだけど、どうなるかな。結構小さめのまたお部屋になっております。そういう感じのさっくり
とした、はい、そういった感じで今日はさっくりとしたエンプティーハウスツアー、エンプティールームツアーでした。はい、お家に関して何か聞きたいこととか購入に関して何か質問のある方はよかったらコメントの方に書いておいてくれますと、次回またそれ系のビデオを作るときに内容がもっとこうわんさかして楽しくなるかなと思うので、ぜひコメント欄のところに残しておいてください。ということで、ビデオ気に入ってくれたらぜひ LIKE してください。では私これから車の荷物を下ろして引っ越し頑張ろうと思います。 See ya!